桑名市議を書類送検です警察などによりますと三重県の桑名市議会の伊藤圭一議員は去年4月ごろ伊藤成高市長の名誉を傷つける嘘の内容を書いたハガキを市民に送った名誉毀損の疑いで書類送検されましたハガキには市長が企業から金を受け取り家を建ててもらったなどと嘘の内容が書かれていて少なくとも560通は送っていたとみられています市長は 損害賠償を求める訴えを起こし先月、土地裁四日市支部は名誉毀損を認め33万円の支払いを命じて伊藤議員は控訴していました。